東北大学、清涼キャンパスと、その南辺を写真右側の上下において縦走する北四番町通り。北四番町通りは、宮城県仙台市青葉区を東西に走る道路の、一つである、西端を土橋2、東端を宮町通りとし、区間途中の高等大通りより、西側は、宮城県道31号仙台村田線となっている。 その高等大通りとの交差点地下には仙台七下鉄南北線北四番町駅がある。仙台城下町は広瀬川の支流が作り出すともえ国によって大崎八幡宮の門前町である八幡町とは分けられていた。明治時代になって北三番町の西端に土橋が作られ北三番町が八幡町との間の主要交通路となった。北四番町はなお、 西側の八幡町とは接続していなかったが、昭和初期に整備され八幡町と繋がった。その後、北四番町が拡幅され、1941年に仙台市電や阿多町線が全線開業し、八幡町への使用路は北四番町へと移った。戦後から2016年3月まで、関山峠を経て、山形に至る国道48号の一部であった。 2008年3月末には、東北大学病院前で行われていた、拡幅工事が完了した。それまで、北四番町の東端は、宮町通り伊藤で、迷路状になっていたため、より北側を通る北六番町が、宮町伊藤で梅田川を渡って、リフ海道へとつながっていた。その後、都市計画道路、北四番町、岩切線路建設により、北六番町に変わって、 北四番町が、リフ海道への主要接続路となった。全線開通した当初は、仙台市営バス、東仙台営業所線が北六番町経由から北四番町経由に変更された。北六番町家境印鑑の上杉、西町地区は、中央循環の廃止により、市役所、一番町方面へ向かう、バス路線が皆無となり、その代替措置として、 道路線の経路変更が検討され、比較的多路線との重複が多い道路線が選定され、道路完成と同時に経路変更が実行された。これにより二の森地区、光が丘地区は北六番町経由が消滅したものの、それ以外の地域では北六番町経由、北四番町経由の選択を行えるようになり、特別大きな混乱は見られなかった。しかし、 朝夕の峠工事艦隊を中心に混雑が激化した北六番町経由に対し、バス停間隔が広く、噛みすぎ、福沢町区間での利用客が少ない北四番町経由は、終日利用客がまばらな状態であった。このため、拡幅後わずか数年で再び北六番町経由に再経路変更され、北四番町経由は廃止された。なお、 仙台市営バス東仙台営業所の改装便や、石巻方面との高速バスは現在でも北四番町を通過している。道路拡幅時に新設されたセットバックは、県庁市役所前発着の路線バス及び仙台市営バス改装便の待機スペースとして使用されている。二日町北四番町勝山公園前から、上杉五丁目宮町四丁目、福沢町。 ありがとうございます。